分たちがまさかってね、多分思ってるだろうからね、まあ同じ横浜に住んでてね、人間でそこまで差別じゃないけど、ちょっと気になっちゃうから応援したくなっちゃいますよね。やっぱちょっと怖いです。今日中華街行ったんですけど、結構マスクしてる人とかも多くて脅威だなって思いました。まあ2週間ぐらいで陰性が出たなら、まあでも降りてもいいんじゃないかなと思います。